思えどもなお赤ざりし夕顔の露に遅れし心地を年月触れどおぼし忘れずここもかしこも打ち解けぬ限りの景色ばみ心深き方の恩意どましさにけじかく打ち解けたりし哀れに似るものの恋しく覚え思ほえたもう書き出しがいきなりこういうふうに、今は亡き夕顔への懐かしい回想の思いから始まるわけですから。思ってみてもなおこれで十分だという思いのしなかったあの夕顔の梅雨に遅れし心地ようにあの儚くなくなってしまうわけですが、それを夕顔の梅雨に遅れし心地というふうに残された源氏の思いを言ってるわけですが、あの夕顔の女の儚い死に遅れてしまったその思いは、その虚しい思いは年月触れでもおぼし忘れず、あれから年月が経ってしまったけれども決して思い忘れになることがない、ここもかしこも打ち解けぬ限りの景色ばみ心深き方の恩意どましさに、これは今源氏が体験している現実なんですね。こちらの方もあちらの方も、まあ、具体的にあえて言うとすれば、こちらの葵の上もあちらの六条の御息所においてもというふうなことですが、何もその具体的に出す必要はないんですが、こちらもあちらもこちらの方もあちらの方も源氏にとってはいずれも年上の、そして非常に、女性としては身分の高い人たちで、教養も高くて誇りも高くて、そして、源氏が訪れていってもなかなか心が打ち解けて和むことができないような、そういう女性なんですね。だから打ち解けぬ限りの、それぞれ誇り高くいらっしゃって景色ばみ心深き方気取っていらっしゃったり、あるいは思いの深さを格別に持っていらして、打ち解けることのない限りの方々で恩意どましさに張り合う気持ちをお示しになる、その、まあ、憂鬱さですね恩意どましさに張り合う気持ちをお示しになるからして、あの夕顔の女のけじかく打ち解けたりし、非常にこちらの心に近々と寄り添って打ち解けてくれたあの哀れの心に似るものの恋しく覚えたも、似るものなく懐かしくお感じになっていらっしゃる。